ユマサーマンはアメリカ合衆国の女優、マサチューセッツ州ボストン出身、身長181センチメートル、若き日のユマ15歳でモデルエージェントと契約し、16歳の時にニューヨークに移りファッションモデルとしてキャリアをスタートさせる。1987年に映画ミッドナイトガールで女優デビュー、バロンやヘンリージューン、私が愛した男と、 女で注目を集め、1994年公開のパルプフィクションでアカデミー女演女優賞にノミネートされる。2002年には HBO 制作のテレビドラマ、ユマサーマンの運命の人を探してで主演を務め、ゴールデングローブ賞ミニシリーズテレビ映画部門で主演女優賞を受賞した。代表作にパルプフィクション、キルビルシリーズなどがある。キルビルシリーズ撮影直前には、 妊娠が発覚し、撮影が1年に延期された。また、風の谷のナウシカの英語吹き替え版では、クシャナの声優を務めた。俳優以外の活動では、2000年から2004年まで、ランコム、2005年は1年間、ルイビトンの広告等を務めたほか、現在は、タグホイヤーのグローバルアンバサダーも務めている。父は、コロンビア大学チベット仏教学教授ローバート・サーマン。 母はモドモデル。母方の祖父はドイツ人。祖母はスウェーデン人。兄弟が3人いる。1990年にゲイリー・オールドマンと結婚したが2年後に離婚。その後、ガタカで共演した俳優のイーサン・ホークと結婚しに死を設け、2001年にホークが監督した映画、チェルシー・ホテルでは主演を務め、テープでは夫婦で共演していたが、 フォークの浮気が2003年に発覚してから夫婦間の関係が冷め、2004年に離婚、2008年6月にスイス人の奥万長者アパットブッソンと婚約、2009年4月に結婚が噂されながらも実現せず、12月破局が明らかになった。しかしその後よりを戻し、2012年7月にブッソンとの間に女ジ児ジが生まれた。 環境保護団体 C シ,シェパードの支持者でもある。食生活は厳格なマクロビオティックを実践している。2011年からはジーナ・デイビス、ジョシュ・ハートネット、並びにモデルのシャネル・イマンと共にアメリカ合衆国国際開発庁のいわゆるアフリカの核無形事前事業の広告等に抜擢され、事業開幕となった11月にホワイトハウスで演説した。ウマーという名前は チベット仏教の概念である大中間のチベット語ディーブーマチェンポから来ているアメリカ英語での発音は UM であり英語圏ではそのように呼ばれているありがとうございます